はい、名古屋から名古屋で、はい、午後すまで。え、はい、午後すまでいつだろう、名古屋からすっ飛んでいきました。うん、はい、でも、ま、6時20分ぐらいもうダンションさんの席が始まってたんですけれども、オープニングの俺の面白トークは聞いてないんだ。面白トークはもうみんながワクワクしたっていう面白トークは、はい、うん、明治で、うん、なんかあのダンションさん の話の時に、あ、そっか、はい、で、それ最後まで見れたってこと。そうなんです。おかげさんありがとうございます。本当に、まあ、超満員で、もいや、もういろいろ考えたけどね、やっぱり落語って普通さ、ね、ああいう大きいところだとポツンと座ってさ、3席なら3席やってもさ、うん、地味じゃない、はい。ちょっと俺がオープニング出てきて、みんな立ってさ、わーわー喋って動き回って喋ってさ、エンディングでもそうだけど、ちょっとほらバラエティショーになるんだよな。だからワクワクするんだよ。大舞台動くから、俺がマイク持って走ったりね、突っ込んだりなんかしてさ、それでわーわー言ってるな。それでエンディングでまたいろんなこと言うじゃない。はい、だからそう、普通の落語会とは違うんだやっぱりな。それでピシャッと始まると三席ちゃんとやるからさ、はい、それでショーとしても面白いんで、バラエティショーとしてもな。で、大舞台を使うっていうことをよう考えたら、はい、だってしびじゅう徳井さんもラジオ言ってたけど、本当にあんなに入った明治座は見たことありません。氷川きよし君だって、あそこまではね、立ち見までびっちり入れて、びっしりで、あの歌謡曲の一番詳しい徳光さんが言ってたらしい、ラジオで。あんなに入った名人。すごいね。どこ行ってもね、結局高田文夫さんがね、愛されてるんですよ。迎え出が一番大きかった。やっと世間分かったな。先生じゃないと、この三人会なんて言う。それはそう、誰でも言う、そんなことは。そりゃそうだよ。でもまあ、大師と客が喜べばいいなと思ったんだけど、結局喜んでるのこの3人だったね、終わってから。大衆さん、はしゃいでましたね。むちゃくちゃ、もう、ぐちゃぐちゃしてたもん、ぐちゃぐちゃしてたもん、3人で。まあ、よかった、よかったなと思って。もう会場でも休憩の時に、あっこちゃん、ビバリストの岩立てですって。八百屋じゃねえか、お前。今日は夢のような会に来れてよかったよ。悪夢見せたのか、お前、本当に。悪夢見せたのか、ビバリストがもうすごかったですね。そうだよな。大喜びでございました。おいでよ、ほら、みんながさ、ちょっとでもさ、はい、男子のことを思い出して、今年も13回なんだよ、男子は実はね。まあ、ルイちゃんもそうだけど、あの、男子賞13、11月だね、男子賞はね。で、一瞬でもさ、ああやって思い出したり喋ったりするとさ、A 坂の俺教わったんだけど、あ、だから高田言ってきますから、人間というのはですね、あの、3回死にますからね、最初は死ぬときはもう、あの、肉体もた、ま、亡くなって、肉体、そのとき本当に死ぬ。それでか、その後はね、まだ魂が残ってますから。だから、人がね、噂をしてあげること、その人の話をして、笑ってあげることとかね、そうした間はまだこの辺にいますから。あ、それでね、33回じゃないけども、ある程度年が経っても、誰も、一人も人の噂にならないこと、誰も思い出してくれなくなった時に、人は初めて死にます。ああ、なるほど。A 六輔、坊主の子です。って教わったよ。なるほど。なるほどなと。みんながお話ししたり、そうそう、噂を思い出を語って。あの人は面白かったなとかさ、あの人はこの人好きだったなとか言ってるうちは、まだこの辺で生きてるんだ。そうです、ね。で、みんながビタッと一言も喋んなくなって忘れちゃって、もう33回期も過ぎてさ、だから33回期って多分あるんだと思うんで、ちょうど人の思い出がね、もう大体、よく知ってる人がいなくなっちゃうから、33年も経つとさ、32年経つとね。だからその間は、人の噂っていうのはさ、してあげた方がいいんで。ね、だから 俺は必ず俺、影山民夫がさとか必ず入れるんですよ、はい、ジョークの中、はい、言ってあげるってことは思い出すんだよ、はい、パッとさ。だから今度宇宙の会もやるけど、はい、あれは俺の、ね、大学の同級生で、俺は23回くらいなんだけど、その瞬間でもさ、舞台でさ、わーわー言ってあげるとさ、そうですね、その時にさ思い出すし、うん、そうなんだよ、生きてんだよまだ。そうそう思うんだ。森田芳光さんのことも先生もね、もう一度語ったり、森田のところで彼女が死んだ人の仲間のことを言ってあげるんだよ、はい、さりげなくね。そういうとみんなふっと思い出すじゃん、うん、その人のことを。その瞬間にわっと、その瞬間まで生きてんだよ、って言うんだよ。 A 六輔です。 A 六輔です。あのね、高田君ね、あのね、職業にね、規制はないですよ。どんなお仕事もいいんです、自由。職業に規制はないですけど、生き方に規制はあります。はい、わかりました。ひどい、みっともない生き方はやめなさいね。はい、わかりました。いつも怒られない。確かに生き方にあるよね。いくら偉い作家になってもさ、せこかったりケチだったりよ、ちょっとさ、いやらしかったりさ、ね、だからやっぱ生き方は美しくなきゃいけないんだよ。規制はあるんで、生き方に規制っていうのはやっぱりね、素晴らしい生き方も、いやらしい生き方もあるんだよ。だから坂本龍一さんはほら、芸術は長く、人生は短くって言ってさ、ね、名言残してね、だった。だから芸術のこの人の場合はさ、音楽だから、いつまでも残ってくれるんだよ。でそのためにみんながさ、聞いて、思い出してくれればそれでいいんだよ。そしたらまた生きてるんだよ、みんな心の中に。だから音楽家っていうのがさ、こうやって音楽だから残るからね。作品を残して。いいんだよ。それで俺らほら、笑いに携わってると、
笑ってないでくれ笑してあいつこんなバカだったなとかさそれだからバカっぱなしは大事なんだよなで言ってさあいつはどんだけバカなんだろうとかさケラケラ笑うのが大事なことなんだよな、そう思うなと思いましたね、ですから、生き方に規定はありますよ生き方にで俺も言ったんだよ俺はね、こうね、鳥は鳥柄、人は人柄って。これは俺の名言ですけどね。人柄一つですよ、この商売。人柄の悪いやつとかね、こう、こういう社交性のやつはダメだよ、芸能界って。芸能っていうのはさ、人が人と携わる仕事だからね。人で人に見てもらう職業だから、たくさんの人に。そういうことだからね。人は人柄。人は人柄、まあ、シャレですけどね。鳥は鳥柄。鳥は鳥柄、人は人柄。アキンドは商売柄。インドって古いねそういうことだねですね本当いい会でしただからいろんなことを芸事っていうのは人を残すのはすごいだと昨日さうちの孫たち3人が集まってご飯食べさせて来てわーわー集まってたんだよ、もう大学生の娘からさ、小学生から2歳からみんなそうわーわーやってたんだけどさあの小学生の坊主がチリが可愛いんだけどさ ここで俺たちを呼んでさお父さんお父さん おじいちゃん戸田恵子さんって元気なのって聞くんだよ小学生が、お元気だよ俺さあのアンパンマンの声でさもらったからさゆうとくんって音もらったから、ゆうとくんあれよおじいちゃんだけは尊敬するのよって俺が一回で台本書いて戸田恵子に言いましたんでそれを音吹っ込んでさで孫にあげたんだよ、孫おじいちゃんだけは尊敬するのよって言われてるからさ、さアンパンマンに言われてるしねアンパンマンに言われてんだその前にね機関車トーマスからも言われてんだよっておじいちゃんだけは尊敬しろときちんとなプライドを守ってあげろとそう言われてんだって孫も分かってんだよそれでさおじいちゃんさあれさ僕さアンパンマンとさ機関車トーマスから声もらったんだけどさうちのパパはさうちのせがれの次男坊のねうちのパパはさゲゲゲの鬼太郎からももらってんだよゆうたくんってそれパパね俺次男坊な鬼太郎の声でさゆうたくんお父さんだけは大事にしなさいって鬼太郎です鬼太郎ゆうたくんとは誰じゃネズミ男ですだってさ戸田君には世話になっていろんな声もらって代々2代3代みんないろんな声でさで、ね、俺そっとさ裏ルートでだからそれこそな裏口でさ音もらってさで、ね、だからねうちのパパはねゲゲゲの鬼太郎からね頑張りなさいっておじいちゃんを大切にしたいって入ってんだけど戸田さんは元気なのやっぱりあの人は長生きしてほしいねしみじみと長生きしてほしいね鬼太郎からアンパンまでやってるからあの人には長生きしてほしいねってちょっと笑っちゃっておかしくないなんか本当だなしてさそういうことがありましたよ劇団スティックね出てらっしゃるスティック来てくれてね、はい、大爆笑を取ってましたよ、ね、それではそろそろ参りましょうはい今日は芸人と漫画家の二刀流です、矢部太郎さんが生登場、高田文夫と松本明子のラジオビバリーヒルズさあ今日はカロテカのそうなんです矢部太郎さんでございます俺こうやって、ね、物を作る子が好きなんだよ今も私、ね、新潮で新レース始まったし、こう生み出す人が好きなんです、クリエイターがね、新しい本が新刊が発表されました、高齢者の認知症と見守る家族をテーマにしました、俺ボケ心配で読んだもん、先生は絶対ボケないですだからこの脳みそは、12時からの登場です、そんなこんなで今日も1時まで生放送ラジオビバリーヒルズ口の減らないやつこの時間はニュータッチ白鶴酒造がお送りします家系ラーメンって知ってますよね何々やって最後に家が作るラーメンだろニュータッチすご麺横浜豚骨屋は豚骨醤油スープに極太麺チャーシューほうれん草ネギそして焼き海苔が入ったまさに家系の本格派ニュータッチすご麺横浜豚骨屋すご麺はすごいうまいヌードルニュータッチエイヤ〇おいしい〇明快な口当たりと豊かに膨らむうまみ食事が一層楽しくなるだから売り上げナンバーワンいい笑顔に丸白鶴丸飲酒は二十歳になってからベリーベスト法律事務所よりお知らせですご存知ですか建設現場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージしていませんか実は内装電気工吹付工左官配管工また現場監督事務職すらも対象となる可能性があります
一軒家から大きなビルの建設まで現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送ラジオビバリーヒルズ。じゃあファックスね、はい、はい、メール、はい、はい、募集しております。本日のゲスト矢部太郎さんへの質問どしどしと送ってください、はい、そして月曜恒例テーマ、今日は何の日。今日4月3日は仮面ライダー放送開始の日。へえ、放送開始、そうなんですね。71年、1971年、俺が世の中出て働き出した時だよな、うん、この日当時の NET テレビ、そうだ、 NET 日本エデュケーションテレビだからね、日本教育テレビだな、 NET って、エデュケーションだからいいわな。現在のテレ朝で仮面ライダーがスタートしました。現在公開中の映画新仮面ライダーも話題です。そこで本日、はい、テーマは私と仮面、私とお面、私とマスク。マスクでもいいの、はい、お面でも、いや、はい、プロレスでもいいんだね。プロレスでも何でも結構です。こちらの方にメール送ってください、はい、矢部太郎さんへの質問、私と仮面、お面、マスク、メールファックスお待ちしてます。メールはヒルズアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-02-1242。 送ってくれた方から3名様にビバリーの名シールを差し上げます。伝承法どうする、対応まだ、助けて。社長さん、そんな検索するよりも簡単に DX できて運用までサポートしてもらう方法ありますよ。ご相談ください、 NTT 東日本。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。ふみおのちょっといい話、この時間は好立地続々オープンハウスがお送りします。今日ピッチャー調子いいみたいだな。そうだな、ここまでフォアボール1個だって。え、1個立て？いや、1個だって。ああ、1個立てかと思った。お前買う気だろ、1個立て。まあね。東京に家を持とう、オープンハウス。日本放送さあ、何ですか、本。はい、うん、おすすめしたい、先生おすすめしたい一冊でございます、こちら。これ話題になってるって。で、話題になってるんです、先生が言ったっ て, 言ったっていうことで。全然聞いてないよそんなこと。ネットニュース、ネットニュースになってます。俺の一言聞くだろう、お前。戸田恵子さんには長生きしてほしいな。戸田恵子さんには長生きしてほしいな。おじいちゃんだけは尊敬し、はい、尊敬してる、はい、こちらジャニーズの歴史を作ったグループ少年隊の錦織一清さんが初の自叙伝出しました、うん、タイトルは少年タイムカプセルというタイムカプセルね、はい、少年タイムカプセル面白かったねこの本、ね、うん、自身のヒストリー、そして70年代ら80年代の、うん、もうジャニーズ、この頃のジャニーズ知らないでしょみんなね、うん、まだタヌキが出るちょい直前だから。そっか、そう、あの頃大変だったのジャニーズ、苦しかったんだよ、うん、そうだそうだ、面白いんだよ、はい、うん、かなり細やかな記憶で語った一冊です。錦織さんは世田谷生まれ、先生と同じ世田谷梅ヶ丘だよ。でこれだけ来た斉藤匠、はい、あの人も梅ヶ丘を抱くし、男子も梅ヶ丘、みんな梅ヶ丘、町内会だよみんな、町内会みんな知ってる俺、うんうん、そして育ちは江戸川っていう、平井で遠京さんとこだ、遠藤さん、うん、よいしょっと、よいしょっと、そうだよ、だからガラッパチなんだよ、喋りが面白いんだよ、だから、うん、1977年12歳でジャニーズ事務所に入所しまして、1985年デビューです。少年隊として仮面舞踏会で華々しくデビュー、デカメロン伝説、君だけになど大ヒットを連発します。その歩みを振り返ればごくごく間近に名だたる人たち、当時のジャニーズ事務所や合宿所の雰囲気、川崎麻世さんや、川崎麻世さん一人で頑張って踏ん張ってたんだ、そのバックで踊ったんだみんな、
そうですね。トシちゃん、マッチ、ヨッちゃん、少年隊となる植草くん、そして東山さん、光源氏、そして次々にブームを作るジャニー北川さん、少年隊がアイドルにとどまらず、こだわりの楽曲やダンスで劇場公演、そうですね、ミュージカル公演を切り開いた日々を語り尽くしております。面白いですよ、この本は。はい、音楽論、ダイス、ダンス論もたっぷりです。錦織一清さんの新刊、はい、少年タイムカプセル、新潮社より税込み1980円です。はい、これを今日は3名様にプレゼント。はい。プレゼントです、はい。あなたの住所、氏名、連絡先を明記して、メールかファックスでご応募ください。はい、メールはヒルズアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-02-1242。少年タイムカプセルプレゼント係まで、当選者発表は番組のエンディングで行います。はい、行くのね、曲ね。はいはい。少年隊のデビュー曲、少年隊仮面舞踏会。早いの映像みたいな。食品の現金問屋。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。春です。これから始まる新生活への準備はできていますか？ほら、ちゃんと筆箱持った？うん、持った。連絡帳はランドセルに入れた？入れた。おう、いい返事だ。上履きはよし、準備 OK。 新1年生かドキドキするわ。え、僕ワクワクだよ。お、頼もしいな心が動き始めたら、新型コロナウイルスによる感染症予防の一つとして家族でワクチン接種について考えてみませんか？ファイザー。竹内芳恵のティータイムズ。毎回会社の代表の方や経営者の方をお迎えして、仕事の内容、こだわりなどを伺います。日本放送ポッドキャストステーションで毎週木曜お昼12時配信です。お茶でも飲みながらのんびり聞いてくださいね。Zoom。 岸田総理の訪問はウクライナにとっても大切な訪問であったことは間違いないと思いますよ。NATO 加盟国ではない国のリーダーが行くということに関しては、私は好意的です。はい、辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。続いて産経新聞ニュースです。ニュースデスク藤原さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。今日午前7時10分頃から東日本の地域で障害が発生し、通信サービスが利用できなくなっていましたが、NTT 東日本はこの通信障害について午前10時過ぎに復旧し、サービスを再開したと発表しました。
また NTT 西日本も大阪府や滋賀県といったエリアで起きていた障害はすでに解消し、サービスが復旧したことを明らかにしました。一方、これらの影響を受け、ソフトバンクでは現在、光回線サービスが利用しづらい状況になっているということです。日銀が発表した先月の短観、企業短観経済観測調査は、代表的な指標である大規模製造業の景況感を示す業況判断指数が去年12月の前回の調査から6ポイント悪化し、3ヶ月ごとの四半期で5期連続の悪化となりました。エネルギーや原材料の高止まりによる物価高が収益を圧迫したことや、海外経済の減速が響いた形となりました。国会は今日、参議院決算委員会が開かれ、岸田総理大臣とすべての大臣が出席し、2021年度決算に関する質疑を実施しています。この中で岸田総理は、日系企業の幹部を拘束した中国に対して早期解放などを強く申し入れるなどと語りました。政府としては引き続き邦人保護の観点から中国側に対し早期解放および領事面会の実施を強く申し入れるとともに、ご家族など関係者との連絡等できる限りの支援を行ってまいります。また林外務大臣は、海外に在留している日本人への対応などについて次のように述べました。海外に渡航滞在する邦人の保護、これは政府の最も重要な責務の一つでありまして、引き続き中国側に強く働きかけていくとともに、きめ細やかな情報発信、注意喚起を通じて在留邦人の安全確保に努めてまいりたいと考えております。次です。世界的な音楽家として知られた坂本龍一さんが先月28日に亡くなりました。71歳でした。坂本さんは大島渚監督の映画戦場のメリークリスマスに出演し、音楽も担当したほか、これまで数々の賞を受賞していました。2016年12月の第25回モンブラン国際文化賞の受賞式に出席した際の坂本さんの生前の声です。上の世代の者の責任として下を、ね、育てると、自分がいろいろ習いを覚えてきたこととか経験とかを、ね、下に伝えていくのも責任かなと。小野洋子さんとか小沢誠二さんなんかと並べられちゃうのは本当にこう、まあ、重はゆいというか、いいんだろうかという気持ちがとても強いですけども、まあ、しっかり受け止めてこれからも精進していきます。坂本さんが亡くなったことを受け、戦場のメリークリスマスで共演した北野武さんは今日、作品の仲間がみんな他界し俺だけになってしまったなどという談話を発表し、坂本さんの死を悼みました。おしまいに、新年度最初の月曜日となった今日、全国の官公庁や企業で入庁式や入社式が開かれました。以上、この時間のニュースでした。ありがとうございました。午前おいしいコーナー、おいしいよな、シェキひとふり最高な、うま辛コーナー、乳酸菌いるニュータイプなキッチン、キャンプみんな飲み方、個性おいしいコーナー、キムチパウダーシェキひとふり最高な、うま辛コーナー、チェキラウ。個性。続いて、網戸のことなら日照がお送りする日本放送天気予報です。今日の関東地方は広い範囲で晴れています。気温は昨日より2度ほど低く、内陸を中心に穏やかな陽気となり、春の過ごしやすい一日となるでしょう。今日の東京地方のお天気は晴れ時々曇り、都心の最高気温は17度、降水確率午後 0% 夜 0%、 明日は晴れ。以上、お天気でした。フィギュアスケーターの渡辺美です。網戸のことなら日照にお任せですよね、日照さん。どんなサイズの網戸でも、どんな窓にも網戸を作り続けて半世紀以上の歴史を持つ日照が諦めずに作ります。その網戸、諦めないで、諦めないで、網戸のことなら日照。続いて、日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小池さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。
圏央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは、坂戸インター付近に大型トラックが故障して止まっているため3キロ半の渋滞です。内回りは神奈川県の厚木パーキングエリアで2キロ、海老名ジャンクションを先頭に4キロ半渋滞しています。神奈川県の小田原厚木道路の下り線は二宮インター付近で作業のため1キロ渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に7キロ半の渋滞です。一般道路の状況です。東京の第二京浜は品川区戸越1丁目で事故のため下り線が500メートル渋滞しています。どうぞこの後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの小池でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時25分頃お伝えします。この後はお待たせしました、本日のゲスト矢部太郎さん登場。飯田浩司の OK コージーアップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、6月25日開催。ゲストは青山茂春。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。ご存知ですか、工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。工場と聞いて皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージしていませんか。実は自動車、機械、電化製品、各種部品の製造なども対象となる可能性があります。製造過程でアスベストが使われていた場合、工場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おいしいルルル、ルバンバタロール。お、いい香り、柔らかい、マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルバンバターロール。松本明子のラジオビバリーヒルズ、本日のゲストは空手家で漫画家で心優しい男、矢部太郎さん。新作漫画を携えてきてくれました。最近の矢部さん的マイニュースたっぷり伺います。もう先生何言ってるか分かんないんだもんね。何言ってるか全然答えになってないんだ。私質問しても本当に笑ってる笑ってる。先生お招きした。先生お招きしました、はい、今日も11時半から生放送のビバリーヒルズ、はい、お相手が、はい、月曜ビバリー松本明子でございます、はい、じゃあもう今もうあれですからね、先生漫画界じゃもう巨匠ですよ。失礼のないように、失礼のないように、ちょっと喋りが失礼だからな、喋りが失礼。じゃあ行きましょう、はい、空手家で漫画家、本日のゲスト、はい、矢部太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生今日わざわざすみません、朝から本当に、いや本当にすみません、ご足労願いました。いやとんでもとんでもないです。そ、はい、その席2、3週前にあの大崎会長が座ってた、はい、あ本当ですか。立ってる大崎会長、居場所がないとかいう本持って、いやいや、そんな一言でそんなまとめちゃうとか、本持って来たよ、喋ったよ、読ませていただきまして、僕も読んだの、あ、はい、すごく今日からあれ山ちゃん司会始まったんだよ、知ってんの、同じ吉本としては、はい、なんとなく、はい、なんとなく見てないんだなお前。今日からですね、はい、今日からだよ、分かってる、はい、明日から見ます、はい、じゃあここにプロフィールあるから、はい、な、先生のプロフィール、そんなに知りたくはないと思うんだけどラジオ聞いてる人 も誰か分からなくなっちゃうんでプロフィールないと、あ、そうか、はい、でプロフィール読んでもまだ分かんないからこいつ誰だって読み終わったところで、え、誰がいるんだろうスタジオに。先生徐々に分かっていただけたら。最近相方見かけないね。あ、相方ちょっといろいろありまして。相方最近どうしてやってる、頑張ってる、あ、元気で、はい、昨日も一緒にご飯食べて、あ、そう、あ、たまたま、そうなんです。皆さんこだっけ、いやいや、違う方っていうのもおかしいですけど、宮迫さんじゃないもん、入江くんですね、なんだっけ彼は、入江信也くんですね、入江くんだ、はい、あ、元気だった、お掃除の会社もね、はい、立ち上げて、そうです、会社やってやって、はい、なんかどんどんお店が13店舗とかなって、何のお店、お掃除の、はい、お掃除の会社をやってるんです、今すごいね、すごいですね、よかった、じゃあその矢部くんの方を紹介します、はい、1997年20歳の時にお笑いコンビ、うん、空手家を結成されました。なんで空手家にしたの、あ、空手習ってたんです僕、弱っち、細身で、はい、極真空手を、はい、極
独身極真空手、はい、独身空手独身空手じゃないです極真空手大山総裁の大山総裁、はい池袋はいすごいじゃない総本部道場まで通ってたんですよ、はい、え瓦とか瓦割ってないですねはい瓦割ってあの手骨折しちゃったことあります番組でやってそれで空手家それで空手家って名前したんだ、そうです、なるほど東村山市のご出身です、うん、矢部さんは、進む電波少年のハイヌの方で企画でさまざまな人種を笑わせるためスワヒリ語モンゴル語韓国語、うん、コイサンマン語の4カ国語を身につけるなど決めた才能を発揮されました。まだ覚えてんのかねこういう言葉って覚えてないだろもういやなんとなくなんか、はい、まだ覚えてるなんとなくあそうですそうです口を鳴らしましたはいかよーってはいかよ何ですかそれあこんにちはですねこんにちはは何だったの、はい、かよかよっていうのはいいかよみたいな顔してかわいいじゃないですかかわいいのかそうだ、はい、まだ役者としてドラマや映画でも個性的 な味があるから、ね、脇役として活躍です。2016年は月刊誌小説新潮で大家さんと僕を連載開始されます、うん、大家さんであるおばあちゃんとのさりげないおばあちゃん亡くなっちゃったもんねあそうなんです、ね、なあ何年か前にな、はい独特の柔らかいタッチで、うん、もうあれです食い尽くしたことじゃないのおばちゃんそんな絞り切ったんじゃないのいやいやいやそんなことないですもっと本当にお世話になって、はい、絞り切っちゃったからいやいやおばちゃん死ねよくしていただきました、はい、大好評でございました。そして2017年単行本が発売されると大ヒット、はい、シリーズで120万部のベストセラー、吉本取り分どうするのこれがいいんですか半々ではないんですけど半々じゃない、はいちょっとでそういったお話はここでちょっとだって会長来たからさこれだいいのかなともういいのかなと思ってんのいや会長来たから OK ってことですからそういう話はできないいやできなくはないですけど、うん、なんかその割合が割合があるんです、はい2018年で、には第22回手塚治虫文化賞短編賞受賞、うん、すごいですねありがとうございます以後僕のお父さんそして楽屋のトナ君など、うん、コンスタントに新作を発表エロいんだよクスクスしてほっこりする作風が、多くの読者を引きつけております、うん、そしてこのほど高齢者の認知症とその家族をテーマにした新刊漫画ボケ日和が発売俺も読み終わったよ本日のゲスト矢部太郎さんでございます。明日は我が身だなと思ったのがいいんだよ、うん、よろしくお願いいたします。いやほっこりしたねいい絵本でございます。そうでは今ね漫画活動と、はい、あれ芸人活動もやってるちゃんとあはいあの、うん、ルミネ座吉本出させてもらって、うん、出てる、はいうん、そういう時はどうすんのピンであそうだ、うん、あのなんか香港さんが座長で、うん、なんかあのスペシャルコメディみたいのスペシャルコメディコメディ出てるの、ね、あそうですコメディ要員なんだあそうですそうですピンで漫談とかやるわけではない、まあ、やってないですやっぱりね、なるほど、はいうん、それとあと漫画と、で今回ね、はい、パッと思い出したのがさ、はい、いつも読んでるから週刊新潮でさ新連載が始まったんだよ、そうなんです久しぶり、はい、こいつまた新連載ちゃんと大人の雑誌でさ、うん、始めたから立派だなと思ったんだよ。それもさ最初6ページだよ。すごいよページ数、はい、6ページやってた、はい、6ページ6ページだ、うん、すぐ4ページになった、うん、すぐ4ページ今も4ページだちょっと待ってください。どういうことだあれ腕が悪いとかするの。いやいやなんでページ減ったの、あのなんでページ減ったの、減ったんじゃない、もともと6か4かどっちでもいいですよ。もと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 そうなんだ。6か人キッチョムみたいに言うなお前6か4かキッチョムじゃないんだから6か4かってお前6か4かってその時のかけるお話でどっちでもいいですよって言われてそうなんです。だからでもさ4から戻らないってことはさもう、はい、そう6に戻らないんだよ。もう今のところ戻る予定はないいやでも戻ってもいい子供じゃないだよいいんです、戻ってもいいんです。6でもやりますよと。6でもやりますけどやっぱ6書くの大変じゃないですか。分かるだから4の方がそのページ数ギャラいいよあれ。あそうなんですよね。そうなんですよね6ページいただければやっぱりページいくらなんですよ。だってページだから雑誌は、はい、俺なんか1ページ連載ばっかしだからさ違うんだよ。いやいやでも、漫画ですからね。伸ばしたいんですけど、伸ばすとやっぱ薄くなっちゃうから。伸ばすお前、ね、水増し。年寄りの挑発じゃないだろ。薄くなっちゃう。内容がね。そう内容が薄くなっちゃうんです。薄まっちゃうと。偶数ならいいって言われてるんですよ。偶数なら。あ、そうだね。だってページ開くあれがあるから。6、4から。はい、だからそのうち2になる可能性はあるかもしれない。6、4、2と。やっぱりそれはしょうがないな、偶数でな。2ページで。なんか、こぼちゃみたいになっちゃう。
みたいになっちゃうな。でも今回は別にテーマがさ、はい、なんかプレゼントかなんかじゃない？プレゼント。そうです。あれなんでああいうテーマで書き出したの？プレゼントと僕。なんか いろんなものを、うん、僕もらうことがすごく多くて。やったらもらうの？もらいます。もらいたがりだ。ファンの方、はい、ファンの方とか、なんか お米とかいただいたりして。もう生活必需品じゃない？頑張ってみたいな。頑張って。知らないでみたいな。知らないでねみたいな。みたいな感じで、うんうん、それでなんかやっぱもらったものってすごく覚えてて、うん、なんか捨てられない、ありがたいですよね。そう、ありがたい気持ちがあるから、うん、家にすごい溜まっちゃってて、そう思い出が一個一個あるわけだ。そうそうなんです、うん。それをじゃあ作品にしてみようと。はい。さすがクリエイターは違うね。物を生み出す人はやっぱりそこからも作品ができる。プレゼントとテーマで。あ、そうです。時々全然隠れないストーリーあるよな。あ、関係ない。いや関係ない。全然隠れないストーリー。いやいや、汲み取っていただけたら。汲み取って。どこかしらプレゼントっぽいところをあの。さりげなく。はい、読者の方に僕からのプレゼントなんで。週刊新潮の読者の皆さんに。読者の皆さんにプレゼント。僕から毎週毎週プレゼント。毎週毎週。でも毎週毎週4ページ書くの大変だよ。大変ですね。ああ、そうですね。月曜日締め切りなんですよ。今日締め切りで。え、じゃあ月でその週の木曜日発売？そうです。翌週じゃなくて。あ、いや、翌週ですね。翌週だよ。はい、翌週の木曜日。翌週の。今日月だったら来週のあれだったら、はい、そうですそうです。活字だけの俺だからの場合はポスターなんかは全部活字は1週間後なんで、字だけだからね。あとはイラストも入れてもらうけど、はいはい、そういうのあるな。ちょっと早いですね、だから漫画は、うんうん、早め早めなんだね、はい、すごい。でもページ数のこと言われたの初めてです。ページ数俺はすぐ換算するんだ、頭の中で。あいつ6ページも書いてから、こんにゃくもらってんだとかさ。そりゃ、お前、53年この商売やったら分かるのかしら。俺、やべえ、6ページこれ。れやらまで先生が分かっちゃう。そうだよ。2週3週とやっと4に戻ったから、ほっとしたんだよ。ページ数が戻った。読んでいいよだこいつは。僕もなんかページ数取りすぎてて申し訳ないなと思ったの。俺もそう思ったもん。どんな感じで俺で1ページくんねえかなと思ったもんってよ。やっぱ読んでる方も。こいつに6ページ開けて、じゃあ俺なんで1ページくんないんだろうなと思ったよ、お前。こいつとさ、タブレット10も1ページなんだよ。週刊新潮は。そうですね、やってます。タブのもいいんだよ、あれも。あれもいいんだよ。笑ってる、笑ってる。ちょっとその6倍はやっぱ僕いいもの書けてないと思うんで。そうなんだよ、ね。タブの6倍とは思えないぞ。そうなんですよね。そうだろ。そうですよ。パッと俺、もうあざといもん。廊下に長いから、商売。そしてちょっと、はい、2ページで、もうこれから2ページに。おとなしく2ページにします。おとなしく2ページにいきますか。初戦前方。あれ、楽屋のトラコってどうやったの？モーニングは、モーニングで連載してて、これはなんか動物園の楽屋にいろんな動物がいるっていう感じで、うん、はい、書いてるんです。これまだやってる？やってます、やってます。楽屋のトラ君、はい、そんなにトラ君いるの？毎週毎週トラ君はずっといるんです。あのトラ君いるの？いるんです、うん、動物なんで、はい、トナカイなんです、うん、はい、トナカイのトナ君、トナカイのトナ君で、いろんな動物がこう、うん、大部屋みたいな感じで、大部屋吉本の楽屋じゃないんだから、大部屋みたいにして、そうですね、なんかほぼそういう感じで、それで楽屋のトラックなんだ。そうです、そうです。うまいね、なんか人気あるパンダさんとか、あ、人気者と売れないこと、はい、売れない、はい、いるわけだ。これ週刊連載を2本担当しておりますということで、はい、そうか、プレゼントが始まったからな。大変だね、売れっ子の先生としては。そうなんです。ちょっと。はい、あ、でも、トナ君は、うん、あの、3ページとかなんで、はい。いいじゃねえか、3ページ。奇数じゃねえか、お前。奇数じゃん。いいのか、こっちは、こっちは奇数でいい。閉じ方が違うのか。閉じ方が違うのか。漫画雑誌だから。はい。そうそう、ま。漫画雑誌だからいいんだね。はい、3ページ。こっちは最悪1でもいけるんじゃないかと思って。1? 奇数なんでお前が決めるんで1でもいけんじゃないか。お前編集長じゃないんだから、お前決めるんだ、お前。あ、そうですよ、すいません。1でもいけんじゃないこれ。1で。お前覚悟だろ、お前。笑ってるよ。今はどうですか、全体的にこう引いてみると1ヶ月間の収入、全収入、芸人と漫画家、さあ比率は64とか73とか、あ、どうですかね。でも連載2本始まったんで、そうだよ、いいだろ、あの漫画の方が多いと思います。そうだよな、7、3ぐらいになるよな、そうなると思います。はい、下分けぐらいになるな、はいはい、ありますね。やっぱり漫画まだまだな、書いとけばな。そしたらそうだそうだ、これで僕より単行本が出たんだよな。そう、あ、そうなんです。これ書き下ろしなんです、これは。はい、だけど原作あるだろ、これ。あ、そうです。はい。人のふんどしじゃない。人のふんどし。先生、ふんどし。いやいや、ふんどし先生。だいたい最近、漫画、原作あること多いですから。はい。ふんどし先生。ふんどし先生。ふんどし先生。新しいキャラが新しいコピーできたよ、お前。新しくできましたよ。ふんどし先生です。どうもふんどし先生です。
これは原作があったの？そうなんです。認知症の先生が書かれた本が、原作あって、それを原案に漫画家にさせてもらったんです。うん、長谷川よしやさんのね、体験に基づく。はい、で、その本の表紙を僕担当させてもらって。最初は表紙だったんだろ？そうなんです。食い込んだね、急に。お前、表紙だったの、サタの。それが食い込んだの。食い込んで。先生として。漫画にさせて。してくださいみたいな。ちょっと、認知症、ちょっと僕研究してますみたいな。ああ、そうです。して、そんな、そこまで。してないの？そこまで食い込んでない。食い込み先生。なんで？食い込み先生じゃない。食い込み先生、小林みたいな感じ。食い込み先生。もう分かんないですか？そうですね。分かんない。先生もう分かんないですか？どんな先生か分かんない。ふんどし先生で。もうふんどし先生。ふんどしが食い込んだ。いや違うんです。そういう本じゃないんですこれ。でボケちゃったって本なの。違います違います。ボケちゃった。ボケ日和だからタイトルが。あ、そうです。これが関係出版で1100円ですよ。はい、これ何が書いたんですか？これは、うん、その認知症の先生のところにいろんな患者さんとご家族さんが来て、なんかこう病気の症状が進行していくのを、ね、春夏秋冬にこうなぞらえて書いてるっていう本なんです。でも俺読んだけどやっぱ、ね、はい、こう結構染みたよ。ああ俺もこうなっちゃうんだろうなとかさ思ってさ、はい、あこうやったら気をつけてあげようとかな、人に対してもな。そうなんかすごくなんか優しくなれますし、なれる、ね、なんかすごくもう知っておくとね、あそう年取るってことの中で自然なことですよっていう気持ちになれる。でこういう出てくる人なんかみんな俺より年下だからね、みんな70ちょいとか全然ボケない。こういうのはボケない病とかボケない病っていうのもあるかもしれない。ボケない病、新しいどうすればいいんだよだから本当に怒りっぽくなったりとか、一番お世話になってる人にきつく当たったり、それはもう病気のねあれなんですよっていうのを知っとくと本当に優しくなりますよね。そうなんですよね。なんかそれをなんか先生もユーモアを交えて書いてくださってて、そうだね、はい、なんか僕もなんかそのあたりがいいなと思って、うん、ねえ、はい、ご家族も君の絵のタッチがちょうどいいんだよな、ほわーんとして、ね、あそうそうそう、絵の、ね、絵の漫画のタッチ がそうですね、ちょっとオチは弱いけどな、はい、うん、介護する側のオチは弱い、オチが弱い、オチが弱い、その方がねなんかスラッと読めてスラッと落ち出していきましょうみたいな。オチがやるとなんか疲れちゃったりも、どんな打ち合わせしかるここで落ち出していきましょう。落ち出しで深刻具合、そして介護する家族側の心構えなどを認知症専門医である長谷川よしやさんの体験に基づく原案から、うん、心が軽くなるほっこりした本当ほっこりするんだよ、はい、一冊が誕生しました、うん、ということでございます、ね、なんか先生の本読んで僕もそういう風な気持ちになったんで、うん、なんかそれが伝わってると思ったら、うん、あ嬉しいです。なったよこれ、よかった、で君とか両親まだボケてないの？まだ、あ、いやいや、まだ元気で、はい、まだボケてね。いやでもお父さんはちょっと最近耳があれで、うんうん、そうですね、なんかあ忘れ物忘れ多いなみたいな、これ読んで、あそうか、前兆来てるなと、余計しな心に分かるのがあるから、うん、そうそうそうですね、でも優しくなれますね、はい、じゃ最近気になる人がいると誰だ、はい、102歳、はい、102歳の、うん、石井哲代さんっていうおばあちゃんが本出してるの。あそうです、ね、本屋さん行くと置いてあるよ、はい、うん、すごい人気の本みたいで、ね、すごいこれで対談の雑誌でお話いただいて、記者の対談、そうですそうです、102歳と、はい、どうした、うん、めちゃめちゃ元気で、はい、あの僕よりもめっちゃ元気で、お前は元気なさすぎるよ、お前なさすぎるよその若さで、お前極端だよなさすぎるんだよお前すごいなんかお差し入れのお菓子とかも僕より食べてて食べんねんそれくらいみんな本当、はい、柔軟もすごい、うん、柔軟柔らかくて、うん、体柔らかいの、手ついちゃったりしてて、うん、それでなんか記者の方が、うん、仲いい記者の方がいらしてて、うんうん、お二人のやり取りが、うん、なんかあの何歳なんですかとか僕が聞いたら、うん、石井さんが100歳ですって言って、うん、その方がいや102歳でしょみたいな直したい漫才みたいな漫才みたいなんか嬉しくて天にも昇る気持ちですって言ったら、その人がいやまだ昇らないでもう持ち出たんだってなっちゃってて、そのやり取り漫才コンビみたいな、パッケージ、あ、じゃあその人が作った、はい、編集者、そうなんですね、はい、あでもよかった、これ当たってるもんね、はい、この本ね、もうあのお二人の関係がなんかもう今年の M1 いけんじゃないかみたいな、お前友谷さんみたいなもんじゃない、あそうそうですね、そうだろ、お前友谷さんのコンビみたいなもんだろ、はい、みたいな感じで、青春ウーマンで対談させていただきました、はい、あとはなんだ最近、
いつもおってりしているイメージの矢部さんですが、最近テンションがすごく上がった出来事があった。上がるの？上がりました。あの、スーツケースに鍵がついてるじゃないですか。あれが分からなくなっちゃって。分かる。はい。開かなくなっちゃって。開かなくなっちゃって。でも、もう旅行先で開けたいじゃないですか。開けたいのやっぱり。開けたいですよ。ぎゅうぎゅうに持ってってますから。ぎゅうぎゅう。何詰めてね。開かないの？分かる。だから、000から、一個一個やってたの？一個一個。やってて子供かお前、はい、それゼロからやるか999からやるか迷って、うんうん、でゼロから始めて、はい、どうしたそれ、あ、開いたんです。何番？600番だったんです。600何番教えてくれよ。いや教えてない。教えてくれよ。買えますよ。教えても600まで行ったら頑張ってやったの、はい、だからどっちからやってもちょうどなんか大変なところで、で時間的にはどれぐらいかかるの、はい、時間的には2泊目で開きましたね。だから1泊目は開かなかったです。200目って止まるってこと？止まる。一泊目、ダメです。一泊目はもうダメで。二泊目やっと。二泊目って数え方がすごいな、お前。まず、二泊目で。その夜やってたんで。一泊目開かないの？一泊目開かない。開かないままもういいやって寝ちゃって、疲れてもうあったんで。これからやりたいのは、電波少年で出会ったモンゴルの家族に会いたい。おいに行けじゃん。いやいや、その、それが、住所聞いたら、遊牧民だからないって。面白いネタ持ってんだお前。面白い。遊牧民が郵便番号もないの？先生持ってるな。先生さすがネタ持ってますね。先生ネタ持ってるから。いやでも会いたいんですよ。これ20年前ぐらいで。遊牧民だから会いたいの。会いたいんです。それでは矢部さんのリクエスト一曲入れましょう。何ですか？はい。お願いします。はい。いつも一緒にフィーチャリング天野博之ソナーポケット。ベスト3を。うちのふんどし先生に。映画化できそうだな、ふんどし先生って。大きいスクリーンで見てみたいな。主人公。どう、ふんどし先生。原作俺だって。原作でよこせよ。どういう話なんだよ。ふんどし先生なんて。なんで人のふんどしでやるんだよ。全部人ので賄うんだよ。自分ではクリエイトしない。原作やったらおかしいですもんね。ふんどし先生。いきなり思いつくわけないだろ、お前が。ふんどし。俺がいるから。ふんどし先生だから。俺、お願いします。2割でいいよ。2割でいいよ。ふんどし量があるんです。ふんどし使用量な。ふんどし使用量が。で、折れたら裏にしてね。折れたら裏にして。裏にして。リバーシブル。リバーシブル先生。ベスト3やれよ、お前。矢部さんの最近、毎日、第3位は。はい。はい、海外へ行く飛行機で。どうしたの飛行機で。はい、もう本当コロナ以来久しぶりに僕海外に行ったんです、仕事で。はい、それでその遊牧民に会いに。あ、じゃあそれはまだ住所がないって。住所がなんか嘘なんだ。嘘じゃないね先生。作るから話。いやいや先生お上手だから。先生はもう先生となんか相性悪いな。相性悪いな。先生と僕は。先生と僕。あ、先生と僕いいな。先生と僕いいな。第2弾。そう、原作より俺な。原作。なんでですか？先生と僕かよ。なんで原作じゃん。原作より俺だよ、先生と僕。いや、で、海外どうしたの？はい、飛行機で、その、僕、乗ってて、こう、なんかテーブルをこう、倒すじゃないですか。テーブル倒して本読んでたんですね。そしたら、隣に乗ってた外国の人が、飲んでたコーヒーを僕のテーブルに置いて、その、ちょっと置いたのかなと思ったら、そこからこう飲んで、また元に戻すの。お前のテーブルに戻すの。13時間ぐらいのフライトでずっと僕のテーブル。自分のものだと思ってんの。どうした？自分のために倒してくれたんだと思った。そうです。はい。それはい。いや、僕は、その、言葉。言い出せなかったんです。言い出せないです。言い出せないの？はい。13時間、ずっと、その人のコーヒー、揺れないように。テーブル上げたいんですけど、上げられなくて。揺れないように持ってる。はっきり物を言わないんだよ、お前。物を、イエス、オアノーって言ったら、オアを選ぶタイプだろ、お前は。イエスはもうはっきりした方がいいんだよ。はい。うん。そうですよ。だから、なんかこう、久しぶりに飛行機乗って、あ、飛行機ってこうだったかな。人が置いてくんだな、コーヒーを。飛行機ってこういうシステムか。こういうシステムになったのかな。そうだったかな。人がいいんだよ。人がいいから。はい、それでは矢部さんに最近のマイニュース、第2位は。映画に矢部太郎役で出演。え？どういうこと？映画に。はい。やめたろと役で。そうなんです。本人の。あ、役作りなしでも自分の役。そうです、そうです。
あの伊藤沙莉さんが主演してる探偵マリコだろ。そうです。これ今度見に行くんだ。ああ、面白そうだな。あれ面白い、面白いです。社会行くよ俺、はい、ああなんかすごい変で、あ僕出てるんですよ。探偵マリコの人が知らない。一番下にそれが面白いわけじゃないんだよ。余計な前情報になっちゃうかもしれないんですけど。なんでお前出てるのやめようかな。いやそれそれで、そうそう、そこもうオズワルドの妹だろ、はい、オズワルドの妹、ね、その子達者だから、はい、で探偵マリコの生涯で一番悲惨な日っていうタイトル、はい、で面白そうだよこれ。伊藤さんがなんかバーで働いてるんですけど、うん、そうそうそう、それが歌舞伎町にあって、うん、で休みの日に僕が代わりにバーで働くっていう。あ、まあ、バーで働いてる、はい、うん、で会社が吉本近いから来てるっていうなんか設定で、うん、あ、じゃあリアルな話じゃない。そうそうなんです。太郎さんとして、はい、で僕以外は普通のなんか役者さんでドラマなんですね。あ、作り話だ、はい、得意な作り話なんだ。得意な得意な作り話、ちょっと自分だけリアルなんで、自分だけドキュメント、ドキュメント、はい、うん、で僕はすごい自然な感じでできるなと思って行ったら、うん、なんか監督さんに、うん、ちょっと矢部さん、なんかもっと矢部太郎っぽくやってもらいます。ちょっと矢部太郎じゃないな、それは。矢部太郎じゃないじゃないな、それ。どうやったらリアルでやってるんですよ。素でやってくださいよと。素でやってるんですよ。自然なんですよ。どうしたの？これが僕らの。違うと。違うって言った。監督が要求する矢部太郎はどういうの？監督要求する、もう分かんないですよ。なんかいっぱいやってるうちに OK が出たんで。聞いたの？って言いました。途中でもいいやって。はい、まあ、僕はまあ言われてもいいかなと思ったんですけど、うん、武坂直政さんも、あ、ベテランです。怖いよ。怖い顔までの。で、うん、で一緒のシーンで、うん、武坂さんも絡んでんの一緒に、本人役だったんです。あ、武坂なの？武坂さん役で、役者の武坂さん。やべ、太郎、やべ、武坂とか出てるわ。そうそうです、そうです。はい。それで？で、武坂さんも、もっと武坂さんっぽくやってください。無理だよな。わかんないよ。武坂さんっぽく。武坂さんっぽく。と、やべ太郎っぽく。僕、ね、二人の共演が。監督どうかしてんじゃねえか。面白い。そうなんです。当時で見てみた？あ、見ました見ました。どうだった？面白かった？あ、面白かったです。あ、そう、行こう、行きたいなと思ったんで。はい、あ、ぜひぜひ。こんなに来てたからさ。はい、はい。面白そうもん、ね。なんか今の歌舞伎町っていう、そうそう、らしいんだよ。感じのお話で。はい。あ、じゃあ楽しみだ。楽しみ。今度ね、公開。6月ですか？ 6月です。あ、見に行こう。はい。探偵マリコの生涯。はい。そして、矢部太郎さん、最近のマイニュース、第1位は、よもぎ餅。喉を詰まらせたの？あのこれなんか NHK の E テレで、うん、あの僕と僕のお父さんと2人でロケをしたんです、うん、この間。本当のお父さん？本当のお父さん。それまた実写。お前実写で売ってんの？お前は実写で売ってるっていうか、まあ、テレビなんで実写実写。お父さんも実写？実写です。はい、うんうんうん、もともと実写で売ってるんで。あ、そっか。もともと実写。運動先生じゃないの？運動先生で売ってるんじゃないです。今日からです。今日からです。今日からですか？まだそうです。お父さんと二人で、お父さんと二人で出て、なんか子供の頃の話をして、うん、お父さんが絵本作家なんですね。うん、あ、そうだよな。そうです、そうです。はい、で、お父さんと一緒に、なんか、つくし取ったりして食べてたっていう話を。貧しい話だ。つくし取って。そうです。だからちょっとなんか、よもぎも取って、うん、それお母さんがよもぎ餅にしてくれて、思い出の味なんですって、すごくいいロケで。で、なんか、あの、古民家の縁側で、二人で並んでよもぎ餅を食べるっていうシーンを撮ったの。はい、うん、撮った時に、うん、あのお父さんが一口目で、あのよもぎ餅があのすごい粘りで入れ歯がくっついちゃって取れなくなっちゃった。よもぎ餅をこうビューンってやったら、うん、入れ歯がビヨーンってなっちゃった。それ OK です。もうカットかからなかった。面白いな。そのままになっちゃって、ドキュメント、ドキュメント、ドキュメントになっちゃって、よもぎ親子な。はい、だからドキュメント。両親っておいくつぐらいなの？お父さんは80。80超えてる？あ、そうです。遅い子だね、お前。あ、そうですね。はい。だってあなたいくつ？あ、僕45です。45か。はい、はい、でもお父さんちょっと遅い、ね、そうですね。お姉ちゃんと僕6歳差があるんで。はい。お前らもらわれてきたの？いやいや、そうじゃない。お父さんとすごい似てるんで、僕似てる、はい、似てる似てます、似てます。もうほぼ同じ感じになっちゃって。お母さんも80だよな。あ、お母さんはそうですね、それぐらいかな。はい、あ、じゃあ割と遅く産んだ子なんだね。あ、そうです。そう、ね、だからこういうボケ VR とかこういうのをかけるわけだな。あ、そう、そういう老人を見てるから、うん、なんか興味すごいあるかもしれないですね。今日はあれですね、ふんどし先生をお招きして。やめたろうと、まだ、はい、よろしくお願いします。
いつでも注文でき、すぐに届くネット通販。いつも品揃えを絶やさないコンビニ。そこには当たり前の日常を支えるドライバーがいます。ドライバーの労働環境の改善にご協力を。千葉県トラック協会。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は、法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ナイツの花輪です。土屋です。月曜ナイツザラジオショーに徳光和夫さんが生登場。僕も徳光さんもジャイアンツの大ファンなので、 WBC やプロ野球の熱い話をして最終的に聞いていられないぐらい大号泣させてやりますよ。笑って話そうよ、ナイツザラジオショー、今日お昼1時から。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの南谷さん、よろしくお願いします。はい、はじめに都心の銀座から埼玉方面へのルートです。銀座から美女木ジャンクションまでは都心環状線の内回りから5号線を下るコースが早くて30分です。銀座から川口ジャンクションまでは6号線を下り、中央環状線と川口線を通るコースで35分です。銀座から三郷ジャンクションまでは6号線と三郷線を下って30分です。次に都心霞が関から東名中央道方面へのルートです。霞が関から3号線を下り、東名高速道路の海老名ジャンクションまでは1時間、霞が関から4号線を下り、中央道の八王子ジャンクションまでは45分です。日本道路交通情報センターの南谷でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラシオショーの中で1時30分頃お伝えします。瀬古利彦さんを講師に迎え、5月18日木曜午後2時から東京八重洲で、心で走るマラソンリーダーからの提言をテーマに特別講演会を行います。抽選で100名様を招待します。応募は日本放送ホームページをご確認ください。続いてはラジオリビングです。今日は鉄腕アトムアニメデビュー60周年記念、鉄腕アトム純金フィギュアです。柿花さん、よろしくお願いします。はい、柿花忠です。今日の日本放送ラジオリビングは、鉄腕アトムアニメデビュー60周年記念純金フィギュアをご紹介しています。漫画の神様手塚治虫さんの代表作鉄腕アトム、実は今年は鉄腕アトムがアニメに初めて登場してから60周年になります。世界でたったの100体だけの限定フィギュアが満を持して登場です。純金フィギュアとしては非常に珍しい、アトムが座ってるんですね。高層ビルの上から街全体を見渡しているかのようなデザインです。アニメの世界から飛び出して堂々とした輝きを放っています。純金が中までギュッと贅沢に詰まった無垢の金、 2.7 センチながらずっしりと 14 グラムあります。鉄腕アトムアニメデビュー60周年記念純金フィギュア、税込み41万8千円です。数量限定のため、なくなり次第終了となります。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。ラジオリビングは関東1都6県、送料無料です。
非常にお得なので、購入したことがないという方もぜひご利用ください。ベリーベスト法律事務所より、集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。まだ給付を受けていない方は給付を受けてください。特に注意が必要であるのが、現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方です。これらの方は給付対象にもかかわらず給付を受けていないことが多いです。最後に、この給付金ですが請求期限があります。期限が切れる前にあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績、卓量建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。4月3日月曜日、松本明子の天気予報です。東京地方晴れ時々曇り、晴れて穏やかな春の陽気です。ただ花粉も多く飛びますので、花粉症の方はどうぞご注意ください。この後も矢部太郎さんにお話伺います。さあ、それじゃあですね、先生に質問がね。そうなんです、ちょっと先生ですね。本田先生です。リスナーからもう早く来てますから。ありがとうございます。本田先生、うちの本田先生が、はい、本田先生こんにちは。そう書いてあるんですか？書いてある、書いてある。早いな、はい、早いよ。もう今日のゲストは矢部さんということで、サイン会にも私は行ったことがあります。すっかりファンになっております。ありがとうございます。はい、私もモンゴル語を勉強しているんですが、はい、なかなか上達をしません。語学の習得のコツを教えてください。モンゴル語どうですか？難しい。モンゴル語、あ、あ、3番のパイエトラ。は？あ、こんにちは、ありがとうございますっていう。パイエトラ。パイエトラっていう。もう一回言ってみな。パイエトラ。さっきと違うじゃん。いやいや、発音が難しいんですよ。難しいんだ、やっぱり。難しいです、モンゴル語は。どうやって覚えた？いや、もう僕は、ご家族と一緒に住んでたんで。ご家族？そう、その、その家で、ホームステイ。そうです。そうか、はい、遊牧民じゃないの？遊牧民のご家庭に。ご家庭に。はい。だから、その、もう、その人が言うままをこう、覚えて、喋って、っていう感じでしたね。会話をもう全部聞いて。はい。やっぱりその遊牧民に会いたいの、まだ。会いたいです。まだ会いたいの。調べはないの？はい、住所がないって言われたんで。ないの。なんとかならないですかね、アッコさん。なんとか。お前んちのレンタカー貸してちょっと。探してこいよ。モンゴル行って。モンゴル行って。探しましょう。お願いします。それぞれ世話になったの。はい、もう。やっぱ お礼言いたいわけ。お礼になって、そのプレゼントも、僕最後に、これ、なんかすごい綺麗な絨毯をいただいて。絨毯？はい。いいじゃん。すごい。そう。今もう部屋にそれ敷いてる。それ敷いてんの？敷いてます。俺言ってないの？俺言ってないんですよ。お前マジ、それは人としてダメだよ。ダメだよ、人として。俺言わなきゃな。俺は早くって。言いに行きたいんですよ。ボヘミよりの印税を少し持ってさ。そう、そうですよね。はい、うん。だから僕もなんかいい絨毯を持って行きたい。向こういらないっつうんだよ、絨毯。お前いらないかもしれない、ね。絨毯いらないですか？いらないよ。ああ、じゃあもう何かしらの何かしらな、はい、気持ちをな、お世話になったんだ。そうだよ、だから調べたいんです。ふんどし持ってくだけじゃダメだからね。そうそうそう、返さないと。そうですよね、お返しをしないと。ふんどし、ラジオネーム、印材レイソルさんです。矢部さんが若い時に、うん、当時のマネージャーさんから、うん、はい、うん、矢部さん、8番バッターを目指しなさいと言われたと聞きました。そうです、はい。野球で言えば9人いるけども、はい、8番を目指すと。どういうことですか？はい、そのだから僕はやっぱり4番とか。それは誰も見た目でわかるよ、4番ない。そんな非力な4番いないだろ、お前。それをやっぱり4番打てるわけないじゃん。初めてすぐは気づかなかったんですよ。なんで気づかんの？もっと早く気づけよ。それをこのマネージャーさんが教えてくれて、うんうん、でも8番もレギュラーになれるってことは素晴らしいことだから、矢部君はなれるかもしれないから頑張ったらいいよって。うんうん、で今も漫画描くときに、うん、その4番的なこう漫画とかは描けないけれども、わかるわかる、はい、
分かる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 よ、漫画見てね、俺も呼び込んでるから、はい、あ、こいつは4番打てないな、クリーンアップは打てないけども、はい、7番8番ならいいんじゃないかなと、うん、そういうものが書けたらいいかなとか、うん、ちょっともうだからすごくずっと、ね、記憶になってなってます、なってる。あ、やっぱりマネージャーのそういう発言ってやっぱちゃんと覚えてるもんなんだね。あ、覚えてますね。吉本は割としょっちゅう変わるでしょ、マネージャーって。変わります、はい、うん、でも一番最初のマネージャーさんなんですね。あ、よく言ったらいいパクターあったんだね。そう、その出会いでどうよかったね、はい、ね、よかった、はい、はい、こちらパパのママレードさんです。以前は矢部さんが食事は1日に1回だったと聞きますが、うん、はい、今は1日何回食事をされているんでしょう。え、前はずっと1回だったの。あ、そうですね、だから細いんじゃないの。あ、なんかあんまりお腹空かないっていうか、空、うん、かないの、お腹空かない、はい、なんか集中しちゃうとお腹空かなく、あ、やっぱ作品とか漫画とか書いてると、作業してると、はい、でも無理やり食べるようにしてますね、うん、はい、今はもう食べてる、今はもう 3回に分けて、はい、食べても一食少ない量を3回に分けて量はそんなにあれですけど、はい、うん、3回に分けて。もう一回ゲストさんのお知らせをね。はい、そうでございます、はいはい、新刊漫画ボケ日和、はい、これも並んでますもんね。あ、そうです、はい、ボケ日和、はい、換気出版より税込みで1100円、発売中です、うん、認知症のさまざまな症状、そして介護する家族側の心構えなど、認知症専門医の長谷川義也さんの原案から春夏秋冬ということに、これを背景に書いております、はいはい、描いております。読むと認知症への不安が和らぐ、ね、家族のための一冊でもありますね、うん、そう、ふんどし の元になった本ですね。ふんどしの元、長谷川さんのね。そうですね、長谷川さんのふんどしの元にあんまりそういう紹介ないですけど ね、うん、ね、原作原案の本に。じゃあラジオ聞いて皆さんに最後メッセージを、何か一言ありましたら、はい、両方芸人と漫画家として両方ね、そうですね、はい、二刀流でやらせてもらっておりますので、8番バッターのくせに二刀流両方8番よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日のゲストは、はい、矢部太郎さんでございます、はい、東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ、相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は、今すぐお電話を0120-400-800-400-800。シワでお悩みの女性の皆さん、なんと今あるシワを改善するクリームがあるんです。え？シワを改善できるクリーム？本当だったら嬉しい。それが本当なんです。今あるシワを改善できるのがこのシークシワ改善クリーム。なんとこちら2つのシワにダブルアプローチできる日本初のシワ改善クリームなんです。え、日本初？はい、乾燥小シワを目立たなくするのはもちろん、今あるシワまで改善するこのダブルの働きが日本初なんです。それはすごい。ということはもしかしてそれを使えば、年齢を感じやすい口元とか目尻のシワも？はい、有効成分ナイアシンアミドがお肌のコラーゲンを作る力を高めて、今あるシワを改善します。嬉しい。夢じゃないんですよね。そう、塗るだけの簡単ケアでシワを改善、この一本で明るく楽しい毎日を手に入れてください。ということで、初めての方限定でこのクリームをお得にお試しいただけるお知らせがございます。さあ、メモのご用意はよろしいでしょうか。シークシワ改善クリーム、通常およそ1ヶ月分が5500円のところ、初めての方限定の特別価格、なんと1100円です。通常価格よりも4400円もお得なんです。しかも送料無料。ぜひこの機会にご体感ください。お問い合わせは 0120-116755 お電話の方だけにお得なキャンペーンもございます。今すぐお電話ください。電話番号は 0120-116755。 お電話の際に必ずラジオを聞いたとお伝えくださいね。お届け返品についてもお電話でどうぞ。過払い金の確認は0120-111。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。
このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お便りいきなり大笑い。今日は1971年、入っても戻っちゃったの。土屋さん、そうか、なんで、はい、なんだっけ、今日は1971年仮面ライダーが放送開始の日ということで、はい、たくさんいただきました、ありがとうございます。そうだ、ナイツも夏休み、春休みだったから。そうなんですね、な、はい、ちょうど帰ってたから、はい、さっきナイツ、あの花が開けてな、今土が来てなんかやっておたおたしてる。はい、はい、動かない歩道さんです。マスクといえば初めて見たマスクマンはデストロイヤーさんでした。あ、そうだな、噂のチャンネルだろう。あ、うん、そっか、千田光雄さんと笑いを届けてくれる。大好きでした、デストロイヤーさん。そして国長さんです、三浦和義夫妻の仮面。そうそう、仮面パーティーな、ある秘密のパーティーに参加している写真を見て、その後文春だよ、うん、はい、影山為夫さんがひょうきんプロレスに出て、リングネーム、俺が、ね、フルハム三浦、ね、命名したんだよ。フルハム三浦、フルハムロードっていう店、奥さんがやってるね。店の名前がフルハムロードだから、で俺はリングネームフルハム三浦ってつけてさ、似てるんだよ、三浦和義とな、民生が似てる。そうなんだよ、ほんとだ。そうなんだ、それで民生が戦ったのよ、リング で相手はさ、龍介、新助龍介の龍介でさ、タイガージェットおしんっつって、おしんでさ、当時流行ったのがさ、大根飯だから、おしんのさ、大根ラリアットでバーってやったらさ、影山あばら折れちゃった。俺台本書いたらこんなふうになると思わなかった。で、もう古田君も初めてフリーになって実況したんだよ。古田君がそれを表現プロレス。で、俺台本書いてさ、でさ、解説した。どう、邪魔元こたつです。なんてさ、竹ちゃんが解説してさ、影はフルハム三浦。結構伊勢風靡したんだよ、これ、お前。俺がまた、ふんどし先生と同じようにさ、ネーミングうまいから。先生と同じように、フルハム三浦だから。懐かしいね。懐かしいですね。いろんなお面がありがとうございます。さあ、仮面といえばやっぱりこれでしょ。レッツゴーライダーキック。はい。はい。ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード。そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。車を高く売りたい方、車高く売れるんです。え？とにかく簡単に車高く売れるんです。え、なんで？車高しのサイトを使えば車高く売れるんです。車高し？車高しは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力。それだけで最大8社の買取店の査定額が無料でわかる。Thank you.
り曇ったりしています。北寄りの風がちょっと冷たく感じます。さて春はいろいろな花が次々と咲いて楽しみな季節ですよね。今日は佐倉市にある国立歴史民俗博物館暮らしの植物園の特別企画、伝統の桜草をご紹介します。伝統の桜草とは江戸時代中期以降、園芸家によって野生株の中から変わった花が探し出され、多くの品種が作り出されてきた一連の桜草を指すそうです。色は白やピンク、紫など雪の結晶のような花もあれば、柔らかそうな花びらが重なり合った八重咲きまで、さまざまな桜草が展示されます。伝統の桜草は今月11日火曜日から30日日曜日まで、29日の祝日は歴博緑の日で入園無料です。詳しくは暮らしの植物園伝統の桜草で検索してください。以上、千葉のスタジオから加藤真理子がお伝えしました。加藤さん、ありがとうございました。大きい車で旅行に行きたいな。それなら千葉公認のマイカーローン、インターネットで申し込みから契約までできるんだって。がん断診付きプランもあるから、万が一の時も心強いわね。申し込みはホームページへ、千葉公認。ご契約には審査があります。ご利用は計画的に。新生活のまとめ買いは豊富な品揃えで安心。ヨドバシカメラ、パソコンカメラ、スマートウォッチ、テレビ、美容家電、ゲーム、電動アシスト自転車、スマホのことも何でもお任せください。さらに万全なアフターサービス、ポイントカードで 10% ポイント還元。ヨドバシ .com は送料無料でスピード配達、お店でもネットでも安心のヨドバシカメラ。リズムライフ、大家の皆さん、賃貸物件のお悩みは？リズムライフ、管理から客付けも当社で募集。リズムライフ、親切丁寧、リズムライフにまるっとお任せ。リズムライフ、0120-888-254。リズムライフ。小児科専門医の地味花子です。すくすく育て子どもの未来健康プロジェクト、ゲストはこの方です。アズマックスこと、アズマックスです。親だけに育てられてるっていうよりかは、もういろんな人に叱られてね、みんなで喧嘩してみたいな。放送は今度の日曜朝6時4分から見ちゃうとなんかおかしくなっちゃう。できねえよ、見てもできねえじゃん。ノラちゃんは春休みどっか行った？あ、そうですね、手ぶらでスキー、ザウスに。ザウス、もうま、潰れてんじゃん。ました、ザウス潰れたんじゃないか。あれ、はい、手ぶらじゃあ頑張って。はい、はい、お願いします。ゆがりはまた明日です。はい、はい、よろしく。さよなら。ベリーベスト法律事務所より